なんか可愛いね。チャチかね。こういうね。もうちょっとなんか、ね、トラクターごて納得かなと。これが入れやすかったの。もしかして。そうね。ジャンクとね。何40リッターぐらいあるやん。何で入らんまで何でそうや経由も高けんね。こういう方なんてやっぱ危なくよるもん。そうやトラクター運搬やる。あ何電って言わせて今。そうや、ね、確かにねトラクター食うもんね今なんて。あれ尿素も入れる。これはない。これでもほら、うん、すせ焼きだけついてる。あそうや、うん、頭にもやしょいやや。これでもまだ世話ないばって新品じゃけさ。おう。イントラクターもしてないからね。うん。そうやろ新しくないわ。一括は尿素についてもね。まだ入れる。うん、まだ入れる。満杯やろ。満タンやろ。満タンしとって。トラクター買おうと思ったってなんか悩むね。女性事業あるなら買いたかつばってね、お芋。僕一応頼んでよ、無線事業やなん。クラフターはなかなかなかろうが。おいでもほら、玉ねぎんとで、うん、とりあえず一丁以上作っとったら、うん、ちょっと出るけん。一人そしたらその、後継者丼させたらさ、助成金の。宮川君となんかあるじゃないか、後継者事業もだったの、うん。それでちょっと早いかな。なんか中かなって思いながら。おい、とりあえずそれで、待って、ね。375万で100万ぐらいかな、助成金って何やったかな、トマトが一番良かったことはトマト500円だよ、ね、待て、トマト難しかろ、ね、トマト、キュウリ2位がキュウリやった。キュウリも忙しくね。うん、何で忙しかね。おっと、おお、ヤンマ30って言うけん、20より入ったら25ぐらい。うん、そんぐらいやろ。じゃあ満タンにしとらんけ。結構こぼれる。英次郎のリクエストタイム。だいぶないん、遊びやん。そうか、書かないかんすか。ラジオオフね。な、時間で終わる。時間で終わると。あー、分いくらや。分何十円の時間。30円。だいぶおっしゃ。ここ開いた。はい。買えないかん。お、置いとくと。ちょっと待って。いや待って。そこは見てる。ちょっと一回降りて。ここ降りに行くかも。
まっすぐなる。さあ行きましょう。筋狩り。筋狩りっていうのは、常に斜められてる。知り合ったの？したことある？あ？したことある？ね、したことなかね。いや、よかったろうかってほら、わらとるとか言われてほら、愛するとかあんまりね。ちゃんとしとったらよかった。うん。俺もカタカタかなら出会してよかった。ああ、なるほどね。もう普通の四隅狩りやん。だって普通にこいちょっとな筋狩りって言うとしてやんかもね。ああ、そういうもん。まだ単にほら入り口がほら垂直に入らないで、小屋入って小屋行って切り回るときにほら回ればよかったけど、それだけあるじゃん。それだけあれはそういう意味の借り方。今年はアイネ、違うやり方にしてる。何を？あれ、そこ、2回目。ああ、それ林さんち。ちょっと混ぜてみて。待って、早かったのか。あのね、曲がりやすくなるとさ。っていうてしてみようよ。そんな感じはする。しやってよ、待って。やっぱり、水やっぱ気の雨でだいぶ溜まってる。よかよかよか。あ、カジオ深夜まで真面目なんだ。真面目か、わからんけんね。やっぱバイエット電話した？行った？まだ。持っとる？持っとら。この距離やっとる。ああ。また売ってくれる。ああ。結構買えないかやろ。まあ、100万くらいかかろうな。いろいろ整備して売ろうでしょ。そうやろね。そんなんなんやったらまた壊るもんね。まあ、もうほら、まただいぶ来とるな。ジャケ買いたいけど。足回り去年やっとったもんね。エアリング飛んだまんま使うわけじゃない。最後も飛んだまんまやけど。あ、そうや。うん。いいこと飛んどるか。じゃあ、そい変えるだけではいいやん。結構かかる。もうやけ、売れる、もうやめるけんとこ取るけん、変えとらへんと。あらで後で買えらっそう。あとな、時間、900時間、1000時間チコチコ取るけん、なかなか売れるやん。結構茶こじでと足回りも時間もほらそこまでなかったね。そうか、まだ茶こで変わるって言われた。10年無理やった。10年が出たこい。13年。13年。あ、そうや。なかなかな補助事業探そうでしたなかせんな。どっかの補助事業全部で。もう買ったね。買ったね。特に多いもんね。あんこ今まで大事で、せや要するに自己資金。
だってタオルキがじゃなくて廃業階段そっちゃって。あ、そうなの。タオルキはもう10年経たんくらいで最後。ちょうど横綱あったぜ。いや、事業もあってもうガタも清っちゃけ、一個細かくなものだったね、タオルキは。5畳の、あ、頭のね、小型とあるとさ、4畳型の頭と、2番と5で太長と、あ、そうや、2種類あるんじゃね、安価タイプと高価タイプ。あ、安価とかこう取ってね、そういうのが早かったんきたね。あ、もうそういうことね。で、ちょうど事業もあったけ、買い直せない事業もあったけ、買い直すとにさ、馬力とか乗数を上げたら、よかよっていう条件にとあるんで、じゃんけんほら、田辺家は6畳になって、で、小井は、その間の5畳が買わないかんとやって、県に聞いてもらったって、やっぱ市役所から。そしたらその馬力、10馬力上がるけん、馬力が上がるとね、別に構わんですよって言われたって。変わるって言って、こうだ。これがダメなら五条丼買わないと思ってますか。五条が良かったの。いや、高すぎる。まあね。五条に合わん。ああ、S 字になったら手屋になるとか。そう。ね。だってマックスライカーとか。マックで買うか、もうこのままずっと買うかちゃう。ああ、もうね。要はやっけん。ああ、やっけん一緒か。まあ、楽は楽かった。そら辺の入り口とかも5年券が綺麗かった。綺麗かった。借り方はなるほどね。借り方微妙ね。確かになるほどね。3名より1、次降りようかな。次の一周でも横ね、なんかでももうすぐしたら運転しよう。まだ当たっちゃってね。まあもうちょっと窓開いてほしかった。難しいところでパコって開くの方がいいですか。あー、顔出したかい。そしたらビーバー乗りながらってさ。あー、そうだね。お緑色だと思う。そこの人は体狙ってた。確よっしゃ、伸びられる。